山本由伸さん、NPB 史上最強投手だった。歴代 NPN 通算 FIP ランキング、山本由伸、65。すごい。化け物やね。ちな佐々木はこれをはるかに上回るペース。少ない方がすごいの？せやで。全員メジャーリーガーかすごいな。2年連続投手4冠なんやからそらすごいよ。前田健太ってもしかして結構すごかったんか。千賀が思いのほかすごかった。告知ペース考えると松坂がすげ。普通に球見てたらヤバいって思うわ。メジャーでも通用するだろうな。スカウトも来てたのに。なお現在ソフトバンク戦、2試合連続3失点以上してる模様。ダルや田中は新人からローテでバリバリ投げてたやろ。最初の年なんて大したことないのは当たり前やし、育成で過保護にされてるのよりキャリアでは劣るわな。今日の試合で100登板連続5イニング以上を達成したらしい。世界一レベルの高い今の日本でこれはやべえな。ご視聴ありがとうございました。野球の話題を取り上げています。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。